こんばんは。こんばんは。今日は足の冷えを取っていくような簡単な運動を紹介していきます。簡単なのでお風呂などでやってみてくださいね。まずは足の指を一本一本広げていきます。はい、立て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 、よっこ。このようにしてどんどん一本ずつ広げていきます。足の指は一日中靴の中でギュッとなっていたので、今しっかりと解放させてあげましょう。次は指を2本用意しましょう。そのままクッと曲げて、この状態で指を挟みます。はい、挟んで、はい、ぐる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 ポン、ぐる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 ポン、しっかり指を回してポンと抜いてあげましょう。次は骨と骨の間を広げていきます。足の甲の指と指の骨の間に手を入れて、そこからグッグッグッと広げていきます。はい、グッ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 。特に中指と薬指の間が狭い人、この人は冷えを持っている人なので、そこをしっかり広げていってください。次は足の指の間に手の指を入れます。手の指を入れたら、この足の裏のこの人っていうの、このくぼみのところに親指を当てて、親指を当てて自分の方に押します。指を引きながら押します。グー、そうそうそう、グーグー。ここは優先というツボで体の回復をしてくれます。次は足の甲を反対の手で固定して指を回します。はい、ぐるぐるぐる。はい、ぐるぐるぐる。反対もぐるぐるぐる。はい、ぐるぐるぐる。次は足首を固定して、はい、そのまま足首から回します。はい、ぐるぐるぐる。はい、ぐるぐるぐる。最後は足の裏をトン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 全部叩いていきます。です。今日もお疲れ様でした。